とうございます、私たちね、反省でおなじみ太郎寺の一門のお猿さんの名前アポロ君と言います。3歳のお猿さん、人間の年で言いますとね9歳。今日はね、ラッキーですよ。あの猿回しっていうのはね、災いが猿と言われてましてね、あの正月、こら人が話してるのに脱がない、キャッキャじゃない、こら。中断しちゃうじゃん、キャッキャじゃないの、ね、寒いでしょ、ね、でね、お揃いも作ってあげたんだから、ね、話中断になっちゃったの、すみませんね。まあ、話聞いてね、災いが猿と言われてましてね、昔からね、正月なんかで猿回しさせていただいてましてね、とても縁起がいいものとされてます。それではね、ご挨拶させていただきます。また最初からになっちゃった。安静でおなじみ太郎寺の一門のね、お猿さんの名前アポロ君、3歳のお猿さんです。人間の年で直しますと9歳。まだまだ子供ですよね。一生懸命頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ちゃんと頭つけやじゃないの、反抗しない、よろしくお願いします。そう、はい、立って。それではね、アポロ君、皆さんの前ね、ロープギアずっと通ります。よかったらね、ベンチ腰掛けるなりしてね、ロープギアまで近づいてください。あのペットの動物ではないんでね、なかなか近くで見ることできないと思いますのでね、この機会めったにないと思います。ただ手は出さないようにお願いしますね。目と目が合うと喧嘩の合図ですじっと見ないです見ちゃったら目離してくださいね。じゃあ行ってみよう。はい、ほら可愛いでしょはいでしょ、はい、一生懸命歩いてますけどね、普通のお猿さんですとね、ここまで歩けるようになるまでね、だいたい2ヶ月ぐらいかかります。2ヶ月ね。でもアポロ君すごいですよ、頑張りましたね。なんと6ヶ月かかったかかりすぎちゃったんだね。かかった分こういうことできるようになったんですよ。注目してください。ちょっと待ってください。はい、3、2、1、よし、くぼ、はい、逆立ち。おお、すごい、ね、なんでお客さんいないんだね。まあ、とりあえずはい、戻ってきて、戻ってきて、はい、やめないよ、やめないよ、最後ちょっとだけ、はい、よし、よし、ね、はい、今歩いたんですけどね、さらにね、こちらを使って歩けるようにもなったんですよ。知ってますね、最近の子さんは知らないみたいですよね。昔よく遊んだものですね、竹馬ね、竹馬にはコツがあります。乗ったら離さないね。例えばね、こんなになっても離さない、こんなになっても、こんなになっても離さない、だからね、はい、行ってみよう。はい、やったー、はい、でしょ、おー、はい、戻ってきたよね、戻ってきたよね、こっち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 。さらにね、自分で乗るんですよ、見ててください。そうそう、はい、はい、ちょっと待って、足かよ、はい、こっちこっち、それだとおじいちゃん、おじいちゃん、一本だとおじいちゃん、おじいちゃんじゃないでしょ、ちゃんと二本で、これ、これ持って、これ持って、そう、おじいちゃんじゃない、ちょっと待って、待って、反対、反対、反対の方がすごいだけど、何出てきてないよ、あいや、戻ってきたね、戻ってきた、恥ずかしいから戻ってきたね、せっかくすごいのに、なんも、はい、以上立山でした、ありがとうございます。あー、どんどん行っちゃいましょう、はい、石止めないよ、タップ取らない、作ってあげたんだからね、せっかく立山ね、さあ行ってみましょう、どんどん行っちゃいます、この歩けので、はい、ね、集中してね、見て、ちょっと待って、友達じゃないからね、アポロ君、見てても違う、あ、すいません、じゃあ行ってみましょう、行こう、はい、はい、すごい、さあだんだん高くなる
よいしょ、はい、よいしょ、さらに高くなる、よいしょ、はい、よいしょ、じゃあ一番高いとこ行く、一番高いとこ届いてない助走つけて、助走つけて、こっちまでね、助走つけて、さあ行ってみよう、はい、どんなに助走つけても届かない、じゃあ本気出していこう、真面目に、はい、よいしょ、決まった、はい、よいしょ、はい、以上ね、OK でした、ありがとうございます。じゃあちょっと休憩しましょうかね、戻ってきようね、戻ってきようね、ね、はい、座って座って、はい、休憩終わりです休みますね、まあね、でもね、冗談抜きとしてね、椅子認識してるんですよ、可愛いですよね、はい、ちょこんと座るね、はい、こっちこっちね、倒れてる椅子があったら自分で起こして自分で起こして座る、嘘、え、払われちゃったってね、もう最後のだ、こちら行くところもう今日特別ここ、あらら、ありがとうございます、なんか笑いで終わっちゃうとしょうがないんでね、最後はビシッと決めたいんでね、じゃあこれ最後はビシッと決めますよ、じゃあこれ特別、ちょっとね、昨日これ何度も失敗してます、実はね、これ高跳び作り直したら高く作りすぎちゃってね、ちょっと跳べないかもしれないんで、ちょっと挑戦させていただきたいと思います、よし、行ってみよう、これね、もう身長の倍以上ですからね、よいしょ、行くよ、決まりましたら大きな拍手でお願いします、はい、ちょっと待ってよ、集中して行く、はい、ちょっと待て行く、はい、あすいません、もう一回やってもいいですかありがとうございます、よし、じゃあね、じゃあ最後ね、ちょっともうちょっと今服引っかかったんで服も脱いじゃいますね、服脱いでもうバンとやりますんで、みんな盛り上げてバンとね、私もずらっとってさあ決まりましたら大きな拍手でお願いします、ちょっと待ってこれ危ないな、やばい、頑張れアポロ、さあ応援お願いします、ありがとうございます、どうしたアポロ、どうした、よし、はい、行ってみましょう、はい、